はい、今日もあなたと百姓天国、本日は4月の11ですね火曜日ですね。今日もいい天気ですね。はい、さあこれで寒の戻りもおそらくもうないという感じでしょうね。おそらく関東だとかいろんなところでね、昨日ぐらいまで結構冷えたところあったみたいですけど、おそらくこれで、寒の戻りはもうないんでしょうということですね。いよいよ春本番、桜も散りましたか。はい、そんなことでね、今日は火曜日、収穫出荷ですけれども、農繁期なんでね、こっからまあゴールデンウィークまでが一つねポイントですね農繁期のね、今もう最盛期というか真ん中ね入ってきておりますけれども、よいしょと、こっから結構大変ですよね。まあ夏野菜というのはね、植えれば終わりなんでね、別にどうというあれはないんですけれども、これぐらいでいいかな。よいしょさあさあ今日からね、春大根は初出荷ですね。さあよいしょ、この辺はとうだっちゃいましたね。これちょっとね、品種を変えて作ってみたんですけどね、この品種はダメでしたね。関東で使ったやつなんですけどね、あんまりやっぱちょっと時期がちょっとずれてるね。よいしょ、こっからはね、一気にそのなんていうんですか、重なるのが怖いんですね。はい、なのでよいしょ、でトンネルはね、もうそろそろ外していかなきゃいけないんですね。これは明日全部外しますね。こっちはもうちょっとだけ残すんですけど、ね、野菜っていうのは一斉収穫はそんなに難しくないんですよね。ただずらして収穫してっていうのは、まあ言うほど簡単ではないわけですよね。うん、その辺がね、難しいところです。ちょっと葉っぱが焼けちゃってるでしょ、この辺がね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、そうそうね、その辺が6月とかですからね。まあでも一気に来ますからね、除草しなくてもいけるかなね。この辺が4月5月ね、6月とね、分かりやすくなってますね。数はそんなにね作ってないんですけど、まあ今年はまだまだ様子見ということでね。よいしょよいしょ、今日が4月の11ね。まあやっぱり早いっすよね、早い、ほんと。パオパオも片付けなきゃな。
さあさあどんなんですか春大根ね。まああまり期待はしないんですけど、一発勝負ですからね。はい、まだこの大きさですね。はい、もうちょっとですけど、まあ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 ね。2本ずつ入れてあげますか。だからあれだ、あれがいるな。よいしょ。よいしょ。もう一気にね、できてきますんでね。でもやっぱり4月の半ばか、やっぱ種まきはちょっと遅いね。それとまあ日当たりの場所がねっていうのも一つありましたかね、もしかしたらね。今の時間ね、葉物いっぱいあるのでね、どうしますかね。今日だって葉大根もあるもんね。葉大根があるから葉っぱ付きで出すかどうかって結構微妙だよな。そんなに大根の葉っぱばっかいらないよって話になるんですよね。なので、でもこの大根の葉っぱ美味しいですけどね。どうしますか、難しいとこだな。まあでも一応ちょっと2本出してあげるからね、ちょっと量が多いから落としますかね。ちょっと可愛い大根ということでね、これがトップランナーだったかな、品種はね。はい、言うほどやっぱり大きくなってないね。やっぱり種まきの時期が遅いんだよね、これどう見てもね。まあ物はまあまあだけど、美味しそうではあるね、すごくね。ちょっとちっちゃかったけど、やっぱり1ヶ月前倒しだね、この大きさだとね。そういうことなんだって感じだよね。なるほどと、ね、もう一息だもんなこれ。まあでもあれだよな、大使の方が良かった気がするけどな、やっぱりね。難しいところですよ。葉っぱの大きいよりは大きいもんこれね。大きそうなやつを選びましょうか。やっぱりトンネルがね、もうワンサイズでかいやつやっぱり作りたいですよね。ちょいと小さいよな。まあ昔はこれでよくこのサイズで作りましたけど、株ぐらいの大きさだね。今年はねこの品種に2つ使いましたけど、どっちかいいものをねこれで選んでねやろうかと思いますね。よいしょ。株間が狭かった感じもするね。ちょっとやっぱ小さいね。こうやっぱり
種まきの時期が遅い。これはどう見てもね、余裕を持ってねやったつもりだったんですけど、なんすかね、この大きさだもんね、全然やっぱり大きくなってないよね。あ、これぐらい、はい、これぐらいならね、まあまあなんですよね。予定ではこれぐらいのイメージだったんですけどね予定ではこれぐらいのイメージなんですけど、よいしょ。よいしょ。ちょいと小さかったですね。ちょいと小さかったね。よいしょ。なるほど。まあね、今年は実質ね1年目なので、まあ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 、難しいとこやね、難しいとこやね。ちょっと開けすぎかもな、難しいな。あったかすぎてもダメだしね、ちょっと開けすぎか。いや、ほんと難しいな、この辺は難しいですね。トンネル栽培一つちょいと難しいですな、ポイントがね。関東のようにがっつり冷えるんであればね、気にせずにね、がっつり保温すればいいだけのことなんだけど、こっちはあったかいからね、暑くてもダメ、寒くてもまだその辺の勘どころがちょいとね、この肩換気のポイントがもう一つ見えてこない。はいはい、よいしょ。ちょいとちょいと小さかったね。ね、こんなんだもんね。これは大根というより株に近いよね1ヶ月前倒し、あ、この辺はちょっとあれだな、アブラムシがちょっと多いね。なんでやっぱり葉っぱを落とした方がいいね油虫があってもね、きれいに葉っぱを落としてきれいに洗えば、大根ね、この何ですか、そこを食べるわけで、だから特には問題はないんですけど、思った以上に大きくなってないね。ね、これだとどっちかっていうとあれですよね、5月とかですよね、なんて感覚的にはね。あ、5月なんだって感じだもんね、これね。そう、そういう感じか。なるほどね。まあ作んないとね見えてこないですよね。はいはい、明日これトンネル全部外してしまいます。ここ1本はね、2本目はちょっともうちょっと残しとかないと、多分こっちも大きくなってないってことですからね、この感じだとね。なるほどな、難しいね。改めてやっぱり野菜作るのって難しいよね。まあ特にね、我が農園のようにこうやってずっとね年中ね常に樹皮品目作るってね、多分農薬使ったって難しいんだろうと思うんでね。まあ農薬ってだからまああんまり関係はないけどね、季節によって作るだけのことなんでね。いやいや、まあ1本目はこんなもんか。はいはいね、こんなもんでございます。ちょっと今一つだったね、今一つでした。もう少し大きくなってるかなと思ったんですけど、だからまあトンネル栽培こうやって一発勝負なんでね葉っぱの方が多い。
印象はダメだったね。もう明らかにもう戸立ちの方が早いもんね。よいしょよいしょ、はいはい。よっこらせと、はあ、ちゅうことであれですね、やっぱりこう種まきの時期はやっぱりメインを11月10月終わりからスタートしてもいいぐらいな感じですよね。10月の終わりにスタートすればおそらく3月にできますね。はい、そういう感じだな。なるほどな、ちょっと見えてきましたね。やっぱりだから春の作付けをね、とにかく10月入ったらもう春の準備をしなきゃいけないってことですよね。この大根、人参、キャベツ、白菜、この辺のね、メインのこの葉境をね、なんとか乗り越えるためにはこの辺をもう10月から動き始めないといけないというか、10月頭に入ったら準備入って、おそらく人参なんかはね10月の半ばぐらいに撒いてもいいね、一発目ね。そして、そうね、でも10月に密閉って多分暑いやな、その辺が難しいね。1軒分をこれぐらいにしますかね。ちょっと小さいんでね、3本ぐらいで1軒分ぐらいな雰囲気になるかな、ね、あんまり多すぎてもねあれですけど、はいはい、そんなことでございます。はい、今日は春大根の初収穫、ちょっとちっちゃかったな、やっぱこれぐらいは欲しいよね、どうしてもね、はいはいはい、以上です。それではまた。